カミーユたちがコロニー落としを阻止するべく空で奮戦していたその頃、クワトロはブレックスの護衛として地球へと降り立ち、南アフリカで行われる国連総会に出席していた。しかしその疑似とは、地球連邦軍の全地球に連邦上層部の不重傷。クワトロ大尉か。やられたよ、ジャミトフにしてやられた。傷はお気を確かに。君には世の中を正す人になってもらいたい。重傷。君がエウーゴの指揮を取れ、シャア・アズナップ。ブレックス首相。かけがえのない指導者を失ったエウーゴ、彼らの戦いの終着は未だ見えぬまま、進むべき道を示す人物をなくしたのである。さらに事態は混沌へと向かっていく。アクシズ、ザビ家の忘れ形のミネバザビを君主とし、ハマンカーンが摂政を務め、ジオン残党の中でも最大の規模を誇る。火星と木星の間にあるアステロイドベルトに息を潜め、ザビ家復興を目的として戦力を蓄えていたアクシズが、時を見極めてついに地球圏に姿を現した。旧ジオン残存戦力の半数とも言われるその力を味方に引き入れるべく、アーガマはアクシズの帰還グアダンへと交渉に赴くが、ザビ家の正当な後継者ミネバ・ザビであります。英雄の方々、私のためによくぞ来てくれました。やはりシャーズナブルだ。遊んでくれたのはよく覚えているよ。2歳の時のことを覚えていらっしゃいますか。え、お続けくださいミネバ様。そうだ、シャアもザビ家再婚のために。シャアアズナブル、ミネバ様に無礼な。ミネバ様はだな、ハマン、まだこんな年だというのに担ぎ出したのか。ジオン滅亡後、アステロイドベルトの中で育てた子が結局地球圏へ戻ってきて、アクシズともども元ジオン公国ザビ家の亡霊どもに利用される。ハマンか。シャア、ミネバ様の御前でよくも。交渉は失敗に終わった。そしてアーガマに届いた新たなサラン、果たしてこの混沌の果てに。
褒美すぎる。もらったら。捉えきれるか。なんだこのプレッシャーは。敵意を出しすぎている。当たれ。
戦果を上げればこっちのもんだ。するわけにはいかんのだ。
すれば貴様ごとき。
Thank you.
ちで抑えろ。何としても止めるんだ。大義来るぞ、間に合いません。Thank you.
正規の軍人を失ったホワイトベースは南米ジャブローの連邦軍